めっちゃ久しぶりに会ります。えい、よし、やっていきましょう。ゴリラコング、あいつを倒す。あ、お前寝る、日本サーバーやぞ。今何時？今まだ1時半や。まだ午後の1時半や。何寝ようとしてんねん。なんか来た。サングラス。あ、似合わんな、サングラス、お前。俺、キングコングに勝つわ。キングコング Z に勝つわ、あいつ。あいつ、調子乗ってるわ。あの周りだけちょっとパリピになっちゃってんもんな。わ、あ、もうパリピになっちゃってる。俺からもう左カバーも、あ、パリピなんだよ。いや、無視されてる。かわいそうに。もうパリピになられへん。あ、向こうでやろうと。うわ、俺だけなんか一人やねんな。毎回俺だけ一人やねんな。この、ここにおるとき。ここにおるときだけなんか一人になっちゃうねんな。誰とも喋らんと。誰とも踊らんと。俺だけ一人になっちゃってんの。来た。キン、ゴリラキング Z。ゴリラキング Z とハルイ。ここは早い。なんで俺2000やのに。なんでここに入れられてるん。頭おかしいじゃん。どういうことなあ。高すぎるんちゃう、みんなレート。まあ、俺がそれぐらいのドライビングテクニックがあるっていうことを、まあ、分かってんのかな、任天堂は。任天堂は俺を、2万レート、3万レートっていう男として認識してんのかな。まあ、それならいいわ。さあ、交換賞。交換賞は、1000レートやったから。で、ナオヤ、まあ、ナオヤ、まあ、ありきたりな名前やから、これは勝てるやろ。で、降り立つ。あ、オリックスみたいな感じ。あ、最近オリックス1位になってんな、リーグで。いいね。オリックスいいね。やっぱ誰がやろ。誰が一番活躍してたやろ。吉田正尚？山本由伸？どっちやろうな。宮城かな。宮代、宮城、どっちかわからんけど、宮城かも。宮城かな、あれ。あの、沖縄の英雄。あ、名前どっちかわからんけど、僕申し訳ない。まあ、赤コーラ当たっときます。はい、申し訳ない。ちょ、どっちかわからんかったから、今のは、あえて赤コーラに当たる。そういう戦法。いやー、赤コーラ来ないね。オッケー、ゴリラキング。ゴリラコング Z はめっちゃ速い。マジで速い。ライフゴッドの民。やーばい。ライフゴッドなんや。ライフセーブで、うわ、何だった今の。お、交換賞、お前。ゴリエちゃん。ゴリエちゃんは、ゴエちゃんやん。ゴリエ最近、テレビに復帰したからな。最近楽しんでねよ。あー、まあ、ここは交換しとこうか。どこでー、どこでー、スターあったじゃん、スターあったじゃん、使ったじゃん、キノコ使った後に使おうとしてたじゃん俺。なんで、なんでそんな意地悪するの。やだ、なに、どんだけー。ひなこ、マチコみたいな名前やから俺好きやで、ひなこ。しかもローマ字表記。あ、来た、スター。いや、11位はやってる、マジで。え、ここショートカット使っときの、いいね、いいね、一気に8位。やっぱスターは最強やな。で、ここで誰が出てくる。あー、キノさんで、もう、ど、なんで毎回雷打ってやれる。アイテム取った瞬間、なんで毎回落とすんやったら、アイテム取る前に、取る前にやってほしかったな。ゴリラキング Z どうした。ゴリラコング Z 毎回間違える。まあ、ここは上に行っときな。アイスター。いくよ。スター使う。オッケー。いいよ。で、このさ、はい。あ、6位。あ、はい。ごめんなさい。6位。はい。ごめんなさい。ゴリラコングセット。いや、高かった。あ、5000。春早いな。春うららか。夢の1位、春うらら。いいね、春うらら。俺、春応援するわ、春うらら。いいね。俺、あの実況好きなんよね。春うららっていう実況。春うらら来た。春うらら来た。来たのは、登ってきたのは、春うらら。これめっちゃ好き。馬娘大好き。お前帰るんちゃうんかった。ゴリラコング Z、お前帰るんちゃうんかった。寝るんじゃなかったんか。なんでまだおんねん。カマチョか。カキクケコ。カキクケコ。いや、いける。カキクケコは、これ多分サブ赤やな。やっていこう。ゴリラコング Z。なんか悪い、バーギー、ハンダちゃんバーギー率めっちゃ高いんやな。けどバイク系結構高いな。なんかカートあんまり見えひんな。キノピオハウエ。え、これ確か64のコースやったやんな。64のマリオカート。確かそうやったはず。
やってたんよ私64のゲーム、マリオカートの。やっぱ違うな、キノピオの声がまず違う。今のキノピオの声ってママやん、けど64のキノピオは違うよね、ちょっと違うよ。でも確かどんな感じだ、お前全部飛んな、ママママじゃないんよ。どんなやったっけどんな感じだったっけ、ヘアーイみたいな。ちょっと今より声が高いよね、声汚くないよ。おーボミヘ危ない、歩いていってる。おいおい、俺アイテム一回も取ってないで、アイテム一個も取らんと今の6位って結構いいんじゃん。お前うわーやりよったな、あいつかきくけこ、いや俺はかきく、ファイヤー投げてくんな、後ろに、前に投げろ、なんで後ろに投げてくんねん、頭おかしいやろ。はい、コイン全部取っていいの、アイテムちょうだい、まずアイテムちょうだい、9位でアイテムちょうだい、はい、ありがたい。もう123が悪い字なんよ。あ、来た、いいねキラ、いいねキラ。え、何に落とされた今、え、何に落とされた、はお前なんで取ってんねん、おかしいって、テルサおかしいって、テルサ降り立つかい、お前キャ、なんでテルサ取っちゃうのキラ。え、俺のテレサの時だけなんか身近ない、俺の時だけ、俺の時だけなんか身近ない、大丈夫、あ、大丈夫ですか、はーい、うーん、ママー、はーい、マリオカートやったら頭がぶっ壊れ、はーい、きなー、はーい、もうアイテムゲーよ、こんな、もうアイテム、アイテムよ、こんな、もう溶けそう、行っちゃえー、ダメだー、あー、まだ雷、雷率高いな、俺、あーもう、はぁ、はぁ、あー、でも6位なんや。あ、でも6位なんや。メーンが来た。メーンめっちゃ強いやん。スイマンメーンがめっちゃ強い。来た。やっていきましょう。キノピオ。毎回キノピオおるやんな。主人公じゃないのに。サブキャラやのに。モブキャラやのに。キノピオ好きなやつなんかおる？まあ、おるか。まあ、俺その人に多分殺されるな。めちゃくちゃ言ってもんな、さっきから。キノピオのことに対して。いや、言うて言うてないか。で、悪い意地抜いていくと。え、確か、あれ？なんかマリオカートにキノピオっておらんやんな、確か。64の時おったのに。64の時のキノピオの声が一番嫌い。もうめちゃくちゃ煽ってきてんもん。声。どんな声か忘れたけど。忘れるくらい嫌な声。まあこれは赤コーラ後ろにセッティングしときの、まあ、このまま取っていくと。で、ライフゴッドのため毎回 前に俺メインが強い。まあこれは投げとこうか。何も持ってないし。よし、いいね。なんか音おかしない？ふうふう言わんよ。いやもう、ファイヤー投げてくんなや。あ、いいね。当たらんかった。今のは良き。これジャンプしときな。キーのこと、うわーお前やってんな。しかしダッシュボード。しかしダッシュボード、ごめんなさいね、ファイヤー投げてきた子ごめんなさいね。はーい、これセッティングしとくと、はーい、当たっていく。なんか悪い自率高いわ。あ、いいね、メーン、メーンが倒されてる、いいね、スイマメーンやな、はっはー、やっていこう。で、いいことで、あいつは取れてない。ファイヤー来た、メン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 、スイマメーン、よっしゃ、当たっていく、いけ死ね、悪い死ね、くそ。いや、今のは自分が悪かったな、今の性格が悪かったから当たらんかっただけ、そういうこと。まあここはキノコ使っていく、メーンを抜かしていく。今のめっちゃだからなんでサンダーくんの、なんで毎回サンダーくんの、俺が使いたい時に、使いたい時に限って毎回これやん。まあ、3周目やん。死ねこら。ひなこ。お前、まちこの、まちこのパクリやん、お前。死ね、死ね。もう、どうにでもなれ。おい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 。おかしいだろ、これ。おかしい。いろんな意味でこれはおかしいと思います。おかしいと思います、これ。おかしいです、これ。はい。サンダー率高いね。もうチーターおるんちゃうかな、ここ。チーターか。
もう任天堂の社員がやってるからやな。うん。無理や、これ。勝てん。アイテムや。アイテムゲームになっちゃってる。まあ、これはお任せでいこうが。なんやこれ。おかしいやろ。いや、来た。白髪美少女。いや、いいね。エミリアタン。エミリアタンかわいい。いや、いい。いや、私、オグリキャップも大好き。白髪やからな。メジロマクイーンは違うわ。紬とか。ああ、合いますね。合います。やっぱね。いいね。高値とか。いいね。白髪キャラってやっぱいいよね。二次元で。けど私一番好きなんは、ノーコメの雪平、雪フラ。何やったっけ雪平フラノや。雪平フラノ。マジであれ可愛いから、もっとちょうだい。5万?ピアノ売ってちょうだい5万。あ、マジで。うわ、1万レート高い。もう、1万レート以上がめっちゃおんねやけど、ここ。いや、これで1位取ったら、これはマジで激アツ展開。それで終わったろ。マジで羽生えてるノコノコ踏みたい症状になってる。ま、ここは、やらかしい!ま、こっちの方が早いって毎回聞くから、ま、これで大丈夫。今のはわざと。12位から始めていく。よし、いいよ。今のうまい。今のジャンプアクションはでかい。で、まだ使わん。まだ使わん。まだ使わん。もうちょい、もうちょい。嫌がらせするからな、これ。今くそ!いやー、高架所当たり!くそ!あ、全く当たらん。全く当たらんな。おー、ニコトリやられた。リオに。小学生時代の同級生にやられたか。まあいい。ショートカット。やったことないショートカットをここで決めていく。おーい、赤コーラ。今のめっちゃ綺麗に決まってたのに、今への生かしてくれよ。初めてやってやから。まあ、ここでアイテムを取っていく。これジャンピングアクションできんかったから、ま、大丈夫だ。まあ、ここで9位でキラーって結構いいんちゃうかな。ほい、ほい。どうよ。今の跳ねてからやりたかったけど。90度?90度。わかった。あ、いいよ。まだロングキラーはでかい。ロングキラーはでかい。ここで近畿度もでかい。えぐいな、これ。アイテムの運がやばい。え、俺ガチャで 3% の確率で当たったナビディでかい。やば、これやったら、タマボクロス当たるわ。さ、ここの。いいよ、いいよ、いいよ、当たった、いいね。あ、前のやつ早ない。してこら。やば、やらかし。もう当てようとしすぎてやらかしてるな。当たれ。誰かに当たれ。いいね。間に入っていく。で、あれ、ファイヤー系だ。まあいいわ。ファイヤーブリザード。あ、キノコパラダイスになってる。ハルユイ。いいよ。まあ、ここでジャンピングアクションを決めていくけど。まあ、3周目やから、これはすぐ使っていこうか。雷来たら終わりやからな、これ。さ、あ、危ない。いいよ。まだいける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 。危ない。なんだ、俺が行こうとした時だけサンダー来るやん、毎回。おい、だからね。だから毎回サンダー来るのやめてね。お前、急早ないか、お前。もっとちょうだい、お前、チート使ってる?大丈夫?え?早ない?成長早ない?成長期早すぎ、あ、もっとちょうだい、お前どうした?諦めた、メインが早い。交換賞、どうした?急に。ルワルイージ。奥で悪い字がグータッチしてたな。いやー、次でラストにしましょうか。もう喉が疲れてきた。うん。やっぱ、マリオカートって興奮するな。64時代から。やばいな。マルタバーババーみたいな。え?なんのこと言ってる?ま、ぜめえ、お前、お金似合わなすぎやろ。おかっぱにそればあかんねえ。おかっぱに、王冠って。かけてる?インフンでるん?おかっぱに王冠、みたいな。インフンでるんかな、これ。なら許す。なら許そう。ああ。ちょっと頭かいてるけど、私。あ、女の子が喋りかけてこない。前でイチャつくな。メイキュートやな、あの子。一番身長ちっちゃい。青の髪の毛の子。マリオカートサーキット。え?なんか違う?マリオカートスタジアムか。はいはいはい。
まあ、これでラストにしましょうか。ラストを締めくくる。1位を取っていく。やっていきましょう。花ちゃんマギー。悪い字、悪い字。悪い字、多いわ。もう、キノピオ、はしゃぐな、お前。邪魔、邪魔、キノピオ。頑張ってください！ありがとう、キノピオ！やっていくぜー！まあ、アイテム1個交換していく。交換じゃない、取っていく。で、キノコ1個。10位でキノコ1個。うん、まあ、いいでしょう。まあ、ここで使っていく。いや、使わん方が良かったかな。あっこはニコドリサンタバリアやっていきたい。いやー、1個サンタバリアやったが、まあ大丈夫。ここでサインを取っていくことが大事。まあ、ここでキノコ。もう一回キノコ。バナナが遠い。いいね。で、ニコドリサンタバリアやっていきたい。オッケー。3位でニコドリって結構いいんちゃうかな。めん、早っ。キノコしか出へん。この一周、キノコしか出へん。キノコに、疲れてんのかな？ありがたいけどな。俺からしたらめっちゃありがたいんやけど。ここ、ショートカット決めていけなかったね。ちょっと難しかった。赤コーラ、おい、春ゆいやろ、今の。明らか今の春ゆいやったやろ。さあ、キノコ以外を当てていく私。さあ、今回はどうですかい？あ、キノさん、いいね。キノさん、バナさん。あ、いいね。悪い位置めっちゃ煽り運転してくるやん。1、2、3個取っていくの、バナナを持っていく。あ、キノコ1個。絶対キノコあるやん。アイテムに絶対キノコ。おおほほ、急に来るやん。なんでファイヤー当たんねん。バナナ、なんで1個消えてんねん。おかしいな。これなんで、なんかおかしいな、これ。どういうこと？おい、ニンテンドーに支配されてる。またキノコ。もうちょい、キラーとか来てくれても大丈夫なの？おい、だからアイテム取った瞬間にサンダーボルトは撃ってくんな。おかしいじゃん。俺ん時だけおかしいじゃん、それ。ブックオフに本ねえじゃん。すいません。寺田心くん出てきましたね。はーい。もう3周目よ。キノコ。またキノコ。いいよ、いいよ、いいよ。何位？ 5 位は微妙い。5位は微妙い。ああ。うわ、まあ、いいか。うわ、はい。はい。終わりまーす。